さあ、今すぐこれを着てみてちょうだい。大丈夫、後ろ向いててあげるから。男同士だろうよ。んで、次は、とりあえずはこの人たちに一応話聞いてみようか。入れんねやろうけどね。あれは敵？何あれ何あれ、なんかおるよ。なんだお前、ボーイじゃないか。ここはボーイ禁制、ゲルドの町。ボーイ以外は、ん？バーイ？バーイ？何それ。バーイ以外は中に入れん決まりだ。ガールじゃないんや。バーイって何？バーイと言ったら女に決まってるだろ。ボーイとバーイの区別もつかないくせによくこの町に入ろうとしたもんだな。ボーイ、ボーイと言ったら男に決まってるだろ。ふんふん、さよなら。とにかくここはバーイしか入れん。ボーイは即刻立ち去るんだな。ああ、中に人が。話したい。すまんが、ゲルド族には成人になるまでにボーイと交わると災いが降りかかるという言い伝えがあってな。ゲルドの町にお前を入れることはできないんだ。旅支度したいならこの町ではなく砂漠の入り口付近にあるオアシスカラカラバザールに行くんだな。ボーイ？ボーイではない、ボーイだ。わからねえ。下唇を噛む感じで発音するんだ。お前たちの言葉で言うなら男ということだな。ちなみに女はバーイ。どうだ、ゲルドが分かりやすいだろう。分かりにくいわ。下唇を、おお、なんかしおりやん。ゲイ？ゲイを教えてるの。ボーイ、ボーイ、ちょっと練習してみた。ね、この生き物は何？あ、隠れた。あなたまさかこのゲルドタバコを歩いてきたわけじゃないよね。歩いてきたよ。歩くと砂に足を取られて大変だったでしょ。砂漠では砂ざらしに乗って移動がこの辺じゃ常識よ。砂ざらし、かわいい。私はフラジー。ゲルドの町で砂ざらしのレンタルやってるの。お客様のそれほどのできる砂ざらしはまだまだ少ないから、こうやって外にいる砂ざらしを請求調教して育ってるってわけ。まあ、砂ざらしのことでわからないことがあれば何でも聞いて。これでも砂ざらしトレーナーとしては結構自信あるんだから。なんか近寄ったら逃げられましたけど、今乗れないの。捕まえ方を教えて。砂ざらしは音に敏感な生き物なの。音を立てずにそーっと近づかないとすぐ逃げちゃうのよね。面倒だからゲルドの人間はほとんどレンタルだけどね。ふんふん、考えるより体で慣れろよ。乗り方は馬と一緒。行きたい方向に砂ざらしを誘導するだけ。そんなに難しくないわ。でも砂ざらしに乗るには盾が必要だから、それだけは忘れないようにね。なぜ盾？乗る前に盾を装備する。まずは実際やってみるのが一番だけど、わからないことがあれば私に何でも聞いてよ。じゃ、とりあえず捕まえるのが大変だったらうちのレンタザラシ屋でって。あなたはボーイだったわね。うちの店はゲルドの町の中だから残念だけどあなたにはレンタルできないわね。じゃあとりあえずしゃがんでるのに逃げられる。乗れるかな。逃げるじゃねえか。なんなの、音に敏感すぎない？ちょっともうワッシュワッシュ近づいていってやるわって言いながらやっぱりしゃがむ。ああ、暑さでやられるよ。背後から行けば大丈夫ってこと？さっきのはなんだって？忍び薬は、ま、持ってないのか。私持ってる。近づいても気づかれない。よっしゃ、忍び焼き3歳。さあ、これで気づかねえだろう。静かさアップしてるからな、8分間。さあどうよ。え、逃げるなよ。あ、近づい。逃げます？それとりあえずわしゃしゃしゃっと近づいていって、よし、ここから静かさアップ。しかも背後。今のもうちょっとで捕まえれたでしょ。うわー、消えた。消えたよー、砂ざらし消えた。あ、ここにいる。なんだよ、あの女の人には慣れてんだな。やっぱトレーナーだから。ちょっと待ってよ、あの
この男の人すげえ挑もうとしてるね。さあ捕まえる。あ、背中に乗るんじゃないんや。なんか思っとったんと違う思っとったんと違うけど、まあいいや。だーし。しかし体力は確実に減っていくいいねいいね。カラカラバザールはどれ、あれかな、あれかい、あ、これかこれか、合ってるね。へいへいへい、いいね、早いね。ありがとう、もうよろしいよ。うう、消えた消えた。さあそれじゃあゲルドの町に入っていったという、何これ、達人の斧、戦いに特化した両刃の斧、重量があり使いこなすのに熟練した技術が必要、そのためいつしか達人の名がつくようになった。へえ、なんかすげえな。しかし今は武器ポーチがいっぱいなんだ。この町のどこかにゲルドの町に入っていった勇敢な男がいるみたいなんだけど、それはどいつだい。ここまでは真珠は来ないだろうが、寝るため警備はしとかんとな。お前も町の方に行こうと思ってるなら気をつけるんだぞ。うんうん。太陽がある時間は砂漠は灼熱となる、体を冷やすことを忘れんようにな。気をつけます。まあ何もせずに行ったけども、体を冷やす。でも絶対この辺の水もぬるいよね。めっちゃ暑いです。あの商人の人かな、違うよね。あれはなんか木の上におった、あの人男？男？女？わからねえ。でも喋り方は男っぽかった。砂嵐の中に隠された古代人が残したお宝、ロマンがあるよな。ロマンしかないよな。でもあの砂嵐、一日に数時間だけ止むって聞いたんだけど、全然止まないんだよな。怪しい商人見なかった？怪しい商人？残念だけど知らないな。僕が興味あるのはあの砂嵐とお宝だけだからな。ふんふん、なるほど。てか何度も言うけど、君誰よ？ごめんね。あ、あれは？さっきのあいつ。隊長、ゲルドの町から帰ってくる気配が全くないんだけど、大丈夫かな？あ、あの人のキャラバンの人？潜入した男がいるらしいよ。もしやあなた？え？ゲルドの町の潜入に成功した男性がいたって？その人がカラカラバザールにいるって？隊長がそう言ってたならそうなんだろうけど、そんな人見かけなかったけどな。見慣れないハイリア人のお姉さんならヨロズ屋さんで見たけど、そのお姉さんはゲルドの衣装を着てたんだけど、どこで買ったんだろう。もしかしたら僕もそれを着ればさすがにそんな簡単にはいかないか。ヨロズ屋さんとはどこだい？ヨロズ屋さん、ヨロズ屋さん、あ、この中ってことかな、もしや。ハイリア人、この人のこと？いや違うよね、別に。ここは別によろず屋さんではないのか。うん、別に誰もいらっしゃらないよ。よろず屋さん、建物はここしかないもんね。別のとこかな。この光り輝くのは金のお玉か、いらねえ。よろず屋さん、これさっきの人よねうん、さっきの人よね。よろず屋さんとかないんだけど、どこなの。借り立てだよ。ごめんごめん。はぁって言われたこの人違うかな。宝探し歴20年、伝説のトレジャーハンターとは私のことさ。ところで今町の中はイーガダンという族の話で持ちきりみたいだな。トレジャーハンターと族はだいぶ違うが、ある意味私のライバルかもしれないな。巨大クジラの骨、何
何の話なんだ。この人は警備の人やし、いなくね。そんな人いなくね。てかよろずやどこやね。違う。あのよろずやどれ？借りたてだよ。とりあえずお店の人にも話を聞いてみようか。違う違う。怪しい男の商人を見なかった。だって、あ、そっか、商人やもんね。怪しい怪しい怪しいね。あー、ダメだ、わかんないわ。そもそも私はずっとここにいるし、誰が商人かも知らないしね。ハイリアン商人とかもいるんだし、そっちに聞いてみたら。ふんふん、あたいの妹分がゲルドの町で肉屋やってんだ。あいつは世界中旅してるから、あんたたちの言葉も結構知ってるんだよ。可愛いやつだからさ、ゲルドの町に立ち寄ったら覗いてやってよ。って言っても、あんたボーイだから入れないか。あのハイリア人がどれだかよくわかんないんだけど、顔見たらわかるか。これかい。いや、でもゲルドっぽい。ん、なんだいなんだい、いかにも用があるって顔して。怪しい商人知らない？怪しい商人ね。私らから見たらゲルド族以外の商人はみんな怪しいってもんさ。だけどそうだね、最近よろついてるゲルドの装束を着たバーイの商人、あれはなんか裏がある気がするよ。よろずやによく出入りしてみたいんだけどね。だけど私の知ったこっちゃないよ。怪しいもんとは関わり合いもしたくないんでね。あ、もしかしてあの正面に座っとる人、あの人のことですか？これ、うーん、同じような顔にしか見えんねえけどな。商人のことを教えて。ボーイの商人？見たことないですね。ボーイの商人ならいつも屋上で進んでますけどね。昼だと雪は暑いと思いますけどね。屋上で進んでる？まだ何かご用でしょうか？いいえ、今忙しいのでご用がある場合のみお声掛けいただけますか。この屋上？ついさっき登った時誰もいなかったんだけどな。このイベントが始まった件現れたってことかな。そのバーイの商人とやらは、いらっしゃらないな。屋上って言ったよね。とりあえず上がっていって、あ、こっち側ちゃんと正規の方向からしか上がれんということか。あー、落ちる。進むって言っても絶対暑いよね、あの人が言いよった通り。この人か。うふふふ、なんかスタイル悪。え、なんか、ん？あら、可愛らしい坊やだこと。私に何かお用かしら。え、ゲルドの町に潜入した男性の商人を知らないかですって。さあ、知らないわ。お役に立てなくてごめんなさいね。顔をじっと見つめる。そんな風に見つめられたら恥ずかしいじゃない。男じゃないの？ふん、坊やっておかしなこと言うのね。さあ、用がないなら帰ってちょうだい。ち。あら、あなたまだゲルドの町に潜入した男性商人のこと諦めてないの？知らないって言ってるのに、あなたも懲りないわね。体つきを観察する。そんな風に見つめられたら恥ずかしいじゃない。綺麗ですねと言えばいいのか？まあ、嬉しいこと言ってくれるのね。この衣装もとても素敵でしょ。でもね、あなたもこういう衣装を着たら結構イケる口だと思うのよ。ちょっと根を張るけど、きっと世界が変わって見えるわよ。どうかしら、600ルピーで買ってみない？欲しい。取引成立ね。それじゃお代をいただくわよ。もしかして変装とかそういうのよりはさ、ただ単にオカマなのか？だから男って言ったら怒るのか。あなたにぴったりの服を選んだわ。さあ、今すぐこれを着てみてちょうだい。大丈夫、後ろ向いててあげるから。男同士だろうよ。どう？顔を見せて、顔を、全体を。いやー、可愛いじゃない。思ってた通りだわ。いい女になったじゃない。
この辺りだったらその服を着てたら誰もあなたが男だなんて思わないはずよ。それにその服はゲルドの民族衣装だけあってとっても涼しいの。砂漠の暑さもその服があればある程度しのげるわよ。お、マジでやったね。本当にいいもの見せてもらったわ。どうもありがとう。またいらっしゃい。ボーイフレンドになってくれるならいつでも歓迎するわよ。ひげ無言。風には十分気をつけてね。頭が痛くなったか。また助走したくなったらいらっしゃい。あの砂嵐をまとった巨大な化け物、確か神獣って言ったかしら。あー、横からヒゲが見えてるよ。しばらく前からゲルド砂漠のあちこちを徘徊するようになったそうだけど、一体何者なのかしら。ゲルドの町の族長があれを鎮めるために頭を悩ませるって聞いたけど、確かにあんなのが町に来たんじゃひとたまりもないわよね。それにしてもよく似合ってるわね。それならこの辺りじゃ誰が見たっていい女よ。まあ、確かにあなたに比べればだいぶ可愛いし、つぶらな瞳をしている。おいし、これで女の子に見えるんだね。ってことは多分あれだよ、言われるセリフとかも変わるはずだよ。さあ、あの男に君誰よって言われたけど、どう？砂嵐の中に隠された古代人が残したお宝、ロマンがあるよな。ロマンしかないよな。でもあの砂嵐、一日に数時間だけ止むって聞いたんだけど、全然止まないんだよな。寝てる時以外ずっと見てるのにな。で君誰よ。まあこれは男のロマンなんだ。女の子にはわからないだろうけどね。若干変わったわ。なんだ、かわいい。マジでありがとう。こんな場所に女性が一人でいるなんて、砂漠は危険ですからね。危なくなったら遠慮なく僕を頼ってくださいね。頼りなさそう頼りなさそうな顔して何やってんだ。どうも。ゲルド族の衣装を好んで着るなんざ、あんたも変わった趣味だね。それでまだ私に何か用かい。いいえ、禁煙料理なしで砂漠を渡るのは命を捨てるようなもんだよ。にしてもなんでみんなあんな暑いところに行きたがるのかね。まあ行く理由があるからじゃないかい。あっちの人にもお話を。その服似合ってるね、ありがとう。こんにちはこれあんたの国の言葉だろ。あたいらの国の言葉ではサバークって言うんだよ。あたいの妹分ゲルドの町に肉屋やってんだ。あいつは世界中を旅してるからあんたたちの言葉も結構知ってるんだよ。可愛いやつだからさ、ゲルドの町に立ち寄ったら覗いてやってよ。なんかすごい友好的に返してくれた、ありがとう。超えれなかったわこれであの町にも私はいよいよ入れるのね。嬉しいわ。ゴロン族はちょっと無理かなおで、今砂嵐見てるゴロ、一緒に見たいゴロ。砂嵐、ここは別に対して変わらんわけかな。その一日に数時間のところを待っていけばクリアになるってことか。時間決まっとんかな、それ。ほう、ゲルドの民族衣装を着たハイリア人を見たのはこれで二人目だが、もう一人の場合の方が体つきもたくましく我らに近い印象だったな。いや、もちろんお前も似合っているぞ。ゲルド族の衣装がハイリア人にそんなに人気だとは知らなかったな。でも可愛いもんね。男でこの格好はやっぱ恥ずかしい気がするけどだいぶね。いや、こんにちは。せっかくここまで来たのにな。ここも変わらんのやね、多分。とりあえずじゃあ町へ向かおう。あ、でもこれあれやんね、こっちからやったらもう普通に飛べるんじゃね。グコチセの祠ワープ、向こうから戻ってくるには、まあ、この服役に立つけどね。さあやってきた、ゲルドの町。おじさんはまだ見てるのかい。いや、我が輩好みの可憐なお嬢さん、また覗き。違いますぞ、これは調査でありまして。このやりとり前にもどこかで私は潜入しますよ、ゲルドの町に。
はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。